足をどこどこする方法をちょっと教えたいなと思って今ビデオ回しています。では早速入ります。でですね、基本的には、左足の代わりに、フロア頭を叩くんです。でこうやってやるんです。スティックに当たらないような場所に止めれば、結構バスドラム風な音は出ます。で、まず手をですね、スネアだけで練習する方がいいと思うんですね。これ一小節ずつ右右ってこう、
130なんですが、これぐらい打てれば130の2バスドラムはできます。シンバル類が今のこれじゃ薄いですから、今まで右手でフロアを叩いてましたが、次左手で叩くと、で、こんな、使えるって感じなんですね。で、僕もこれちょっと速い、今日初めてなんでできないんですけど、120ぐらいでやってみます。できるようになると思います。で、これの使い道はそれ以外じゃなくて、さて、こういう感じで使うといいかもしれないです。ゆっくりやります。
チダブル。面白いものを発見してみます。では、ありがとうございます。